始まりました、セブンデイズトゥーダイの時間でございます。わっしょーわー。というわけで今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そして私が炭酸水にレモンを入れ始めたかなりの知識人キック。タツダイアロマホットです。ヨガです。はい、じゃあ今回もやっていくんですけども、これ何え、どれだから、どれいや、これこの間も作ってなかったか。あ、ほんと知らない。これだから、これ蛇口やろうが。なんで蛇口ここにあんの水出ねえだろ。何出てくんのこっから。いや、まあやっぱ蛇口から出てくるのはみかんジュースしかないでしょ。マジかよ、ここ愛知だったのかよ。愛媛。わあ、愛媛だったのかよ。今愛知って言ったやついるよな。愛知って言った人がいます。またかよ。はい、じゃあやっていきましょう。ですね、今回ですね、僕ですね、悲願が実はありまして、ほうほう、バイクを作りたい。作れば、そんな軽い感じで決めて。おそらくだけど頑張ればバイク作れるんだよね、今。まあね、材料はなんとなく揃い始めてるからね。そうなんですよ。実はですね、しかもエオヨがですね、バイクの作り方をですね、知っているというか、まあ本を読んでるんで。なんか読んだっぽいんだよね。ああ。ああ。なので、ちょっとバイク頑張って今回作ることに専念してみましょう。で、足りないものがね、ちょっと見てみるか。まあエンジンがまずあるでしょ。で、ハンド。ハンドル？これ。ハンドルバー。あ、これでハンドルが作れない。シャーシと、あとね、ハンドルバーと、ミニバイクの座席と、あと、車のバッテリーがあれば、とりあえずはできる。足りないもんがあって、スクラップチューブと、ライトは持ってんだよな。ライトあるね。ハンドルはこの今っていうか、この前作ったから、あとはそうだ、足りないのはチューブだけだな。チューブだけ。夏だね。夏だね。あ、チューブチューブチューブ。何それ。そんなバイクを作りたいお前たちが何かやってるのか、俺はついに鋼のツルハシを完成させたぞ。おお、よくやった。鋼ステンレスってすごいね。 10マークのところに入れたわ。やった。マジでみんなの分あんの？ある。一人一個ずつある。おお、よくやった。マジいくらでも作れんの？まあ材料さえあればの話だけど。これで金庫開け放題じゃん。まあ楽にはなっただろうな。いいね、どんどん文明開化してるね。はい、じゃあ、バイクを作ろう。じゃあそのシャーシとかあれは頼むわ。俺あのバッテリー持ってくるわ。車を分解すればバッテリーもらえるらしいんで。で、はいはい、チューブ、スクラップチューブをどうにかしないと。わかった、スクラップチューブも探してくるわ。畑そろそろ広げるか。このツルハシで木材ゲットしてやろう。なんでなんで力がないな。力が欲しいか。エオヨの町に行ってみようかな。エオヨの町遠い。 あそこね、もう一回行きたいんだよな俺も。じゃあエオヨの町。じゃあ行くか。実際スラップチューブがないとダメなんだろ。だってけど、スクラップチューブってそもそもどうやって手に入るのか分かんないんだけど。スクラップチューブ、車解体したら出るらしいで。ああ、じゃ あとりあえず車解体しまえばか。ついでに行ってこえば、あそこ車いっぱいあったぜ。まあ車あるだろうね、いっぱい。車はその辺にあるだろう。キー君、武器マークの中に鋼の斧を入れといたから、それでキー切ってこい。マジかよ。マジ？神がいる。鋼神がいるな。鋼の錬金術師じゃん。それは違う。違うんか。違うんだ。俺今乗って損したわ。違うんだ。違うんか。違った。暇だからパンチしてこよう。いいね。いいな。俺もパンチしたいんだよ。正直。
そこかよ。え？そこ道場じゃねえんだよ。え、違うの？見りゃわかるだろ。3階は道場だと思ってたんだけど。4階作るか。やめとけ。4階いいだろ別に。3階すらできてないのに4階作るとかどういうこと？いやでもこれマジデザイナーズマンションなんだけど。いやデザイナーズはもう上には作らんといてください。壁がないんだけどこのマンション。この柱の作りとかマジであれだよ、デザイナーズぶってる。あ、ぶってるだけなんだ。ぶってるだけなんだ。よっしゃ6時だ。鋼鉄の斧か。よし、絵を行くか。じゃあ行ってらっしゃい。何？あそこ行くの？じゃなくて普通に車壊しに？いや、あそこ行こう。行くか。いや、バイクさえあればな、行動範囲がめっちゃ広がるからな。やばい草があれば行動範囲が広がる。どういうこと？マジかよこいつ。守備範囲は広がりそうだけどね。あ、車あったわ。あれ解体してくる。これ解体どうやんの？こっちか。あ、こっちだ。おお、すっげえ。マジかよ。こうなると車って宝の山じゃない？え？鉄もタイに入り放題だぞ。ねえ、こんなこと今まで知らなかったのかよ。俺らクソだな。知らんかったの？知らんかった。マジかよ。おい、破壊。解体した？した。おい、なくなってる。すげえぞ。だって今までガソリンも175個手に入ったし、あ、スプリングも手に入ったぞ。スプリングも手に入るよ。スプリングも来ちゃった。エンジンもちろんのこと。あるスプリング。あれでも何が必要なんだっけ。なんだっけ、スクラップチューブだったやつ。あ、スクラップチューブは手に入んなかったな。あ、なんか本手に入った。なんだこれ。あ、やった、ピストルブックだ。こんなにピンポイントで欲しいもん手に入るからね。イエーイ。スクラップチューブ手に入んねえな。これレーザー。車から手に入んの、そもそも。スクラップチューブじゃなくてスクラップルケーブルじゃないの。そうだわ。なんか俺前も言ってた気がするな。先生、スクラップケーブルも読めない人がいます。マジかよ。え、なんて読んでたの。スクラップチューブ。スクラップチューブだって。チューブ？夏だな、本当に。言ってしまえばゾンビって別に増殖しないわけでしょ。まあね、人間の個体数以上は増えないね。俺らが倒し続ければいつかは。けどゾンビ同士が繁殖しないとも限らんぞ。マジで何すんの。コウノトリが運んでくる。マジかよ。そういう時に限ってなんでお茶を濁す。森林伐採し始めてからゾンビが減った気がするっていうことは、ゾンビは木から生まれていた。事案発生。いや別に事案は発生してない。補給物資来たっぽいぞ。え？またかい。ありました、ありました。あ、鳥の巣。よし、さあ何が入ってるかな。はい。いやー、まあ普通な感じだな。なんか面白いもん入ってないの。入ってないね。薬とあと銃の素材。はい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 。ビーカー持ってこ。いつも通りじゃん、そんなの。いや、いらんでしょ。いや、スナイパーのパーツだけ一個持ってくか。確かスナイパーは作れる。一回戻ろうか。戻ってもいいし、あと半分ぐらいで待ちなんだけど。いや、戻ろう。戻れるし。全然余裕で戻れそうだ。先生、大江さんが案内してくれた10時間余りの道を1時間で着いたんですけど。お前が途中で車を漁ってるからだろう。まあ、それはあるけど。それにしても。ひどくない、その道案内。それにしてもこの右回りでゾーって行く必要なかっただろ。3倍ぐらいの距離あるぞ。違うんだって、本当はもっと右側シャワーかよところしか俺知らなくてさ、もっと遠回りで行こうとしたの街を。あ、そうなんだ。そう、
前らレベルなんぼ？レベル？19。レベル俺キック。ちなみに27。31だよキック。なんでやねんこいつ。おかしいよ。どうなったんじゃん。死んだ回数は33回だ。キック。やったこだから。ワークベンチ作れるところでやっと。ワークベンチが作るとどんなかんいいことがあるの？大量に建材とかを作れるようになる。へえ。あ、私レンチ作れる。おお、よくやった。レンチ結構作ってくんない？何で作れる？え、鉄。おし、頼んだ。やった、ワークベンチできた。設置しよう。また、まだ来てる。この広い作業部屋に設置しよう。青空作業場。あれ、これ、方向だった。あれ、なんだこれ。垂直にな、あれ。垂直にな、あれ。よし。できたー。いいね。キックン、これでウッドフレームを、自分の作業スペースを埋めずに作ることができるぞ。どういうことだってばよ。いや、君には分からないだろうが。もう朝だよ。早いんご。よし、じゃあ俺は今日はもう車解体しまくりマックスな男になるぞ。いや、もういいや、ちょ、待て、俺もついていく。バイクを作る、バイクを。バイクがないなら作るべき。いい歌だろ。うん。ババ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 バイクババババブレイクしてる。ババ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 イク北斗の拳の雑魚が乗るそんなバイクに乗りたいな俺たち北斗の拳の覇者さレッツゴー覇者節子ドロップちゃうでそれ節子破壊しろ破壊しろドクターことコッパじっくりことこと煮込んだスープドクターコトーがもしコトーに行かなかったらどうなってたの島の人めっちゃ苦しんで死亡、まあ、厳しいそれが現実ってもんよ命の大事さが伝わるそんな感じ全然俺らには伝わなかった今伝わる一個だけ手に入ったぞあ、本当に？やっぱ手には入るんだな。テーブル、いや、けど、車を調べたら手に入った。マジかよ。ああ、そうか。じゃあ、あれか。解体じゃなくて。救援物資来た。早っ。早っ。やっぱ、あの救援物資、この前だったのかな？自宅近くかな、これは。じゃあ、池木くん。取ってけ。あ、全然近くね。あ、じゃあダメだ。あいつは半径 100m。ああ、見えるけど、いいや。ほっとけ。多分ね、お前らの方が近いかな。俺が行く意味はないな。やめよう。いや、あなたの方が近いです、ね。誰か殴られてるぞ。俺だー、この野郎ってめえ、何じゃ。キックの方が近いで、それ。どう見ても。いや、お前らはいずれ帰ってこなきゃいけないから。確かに。俺はそっちに行く理由がない。行く理由がない。行く理由がない。キックはやっぱ家に、つく生き物だからなやべえしかも家にいた方が強くなるっていうことがもう分かったから確かに説得力あるまた宝の地図読んだわでももう やりたくないあれもうどうせろくなもん入ってないもんいや今度は入ってるかもしれないトラウマありすぎるだろ南ってどれ下南の陽子なんかパッとサウスって言われて南かってなんなくない？まあ正直わかる。わかっちゃった。ノースウェーブが北海道のラジオってことを覚えておけば大丈夫。あ、ノースはわかる。正直。そしたら逆じゃん。なんで？
なんでスの逆はサウス。ああまあまあそこまで考えればわかるよ。でもサウスって言われてあ南かってなんなくない？そうですね。納得してくれた。サミーナで覚えればいいじゃん。冬はやっぱし。サミーナってことはノースってこと。でも寒いのは北だからな。ちなみに前回の街探検度ぐらい何パーセントぐらい？やったケーブル 20% ぐらいじゃないかな。おおマジでまだまだ余地があるね。ケーブルあった？うん。これ絶対この道沿いに行ったらダメなパティーンじゃんこれ。ダメなパティーン。ドゥルドゥドゥドゥ。めっちゃ高い壁が出てきたんだけど崖が。これそり立つ壁だよ。そんなあんの壁が。すげえそりた、うわーなんだ、お洞窟発見。マジでそんなところに。怖っ。これ死ぬわ。俺死ぬわ。どうした？落ちた。おいおい、とうとう着くんだアド町に。おおすごい、ほんとだ、すげえ切り立った崖がある。何崖って名付ける？滝崖。 MSSP 崖っぷにチンする。あーもう言えてない。今の言わなきゃいけないとこだったな。ちゃんとこれだったらそこから木材を落としてくれ。ここ鉄の鉄工所だぞここは。マジかよ、俺のいる場所に木材を落としてくれ。やったー、とうとう着いた町だ。やった、まともな町、久しぶりに会えたな。これを助けてくれ。どこだこの辺。あーここか。花にいるから。どこ？花の中です。 お前青い、いた。おいた。助けてくれ。木材をどうすれいいんだ。木材を落としてくれ。うわー待って、ここでいいのか。俺も落ちる。なんだったら落ちてきてもいいぞ。いやいい、ちょっと待って、これを削ったら見えるかな。おいいね、そこそこ。うわー落ちる、危ねえ。あこれだ。いいねいいねいいね、いいね。お前後ろにゾンビいるぞ。ちょっと待って待って待って、逃げる、一回逃げる。危ねえ。お前ゾンビ落としてくるなよこっちに。落ちたの。めっちゃ来てるんだけど。めっちゃなんで大量大量に来てる。なんでたゾンビ落ちてくるんですけど。ゾンビめっちゃ落ちてきてるんですけど。めっちゃ来てるもん。完璧にエオエが引き連れてきた。違うって、盛り上がってるね。逆方向から来てるもんこれ。アルマうんこあったぞ、うんこ。今俺はうんこ必要としてねえんだよ。それどころじゃねえんだよ。あれアルマ肥料でうんこいるんじゃなかったっけ。うんこいるけど今必要ねえんだよ。分かった、じゃあ俺が持ってきた。なんで俺を狙う。お前らのとこに行ってうんこ落としてやろうか。そういう嫌がらせじゃねえかよ。ああ。俺はもうダメだ。待って、上から支援する。いやー痛い。さあ夜だぞ。お前ちょっとヘイベーヘイベーとりあえず。なんかクエストの本いっぱい手に入るけど、何をすればいいのかわからんから何にもわからん。意味な。どんどんクエスト始まってるけど何をすればいいのかわからん。よくこの危機的状況を生き残ったわ。もうとりあえず大丈夫かな。物を立てなきゃ大丈夫か。帰れるやで、工藤。やったじゃん。おい、登ってくんの危ねえなってね。落ちる。やめろ、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 バカ野郎。落ちろ、落ちろ、落ちろ。やめろ。危ない、危ない。アホか。どう俺を殺す気かってね。お楽しそう。俺は一体どうなってる。やめろ、お前、登ってくんの、バカ野郎。お、スクラップケーブルだは、工場の機械をレンチとか、あと、家のオーブンをレンチで解体すると出てくるだって。へえ。ほんとだ、速攻で手に入ったぞ。うわやばい、ゾンビが攻めてきた。はい、というわけで、んあー死んだし。マジかよ。
このタイミングで？ここにあと1日滞在して次の日帰ろう。しゃあないな。マジでスチールピッケルやばいな。そうだ、銀行があったんだよ。あれでピッケル使って全部掘り起こしてやる。ガンケースがあったぞ。これぶち壊してやる。ほら、おお、ガンケースもいけるで。あ、そうだ、救援物資ちょうど通るわ。今回は何が入ってるかな。スナイパー、いや、スナイパーロケットランチャー入ってんじゃない。じゃあ撃つ意味なんだそりゃ。スナイパーテクニックが必要なロケットランチャーだね。くだらない。さあ何が出るかな、何が出るかな。ドゥ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 ーン。いや見たし、あ、薬しか入ってない。ところで最近キック何してんの。俺全然やべえな、最近家見てねえからあんまりどうなってるかやばいぞ。確かに俺らの4階ができてなければいいが俺もさっき死んだけど速攻で家出てきたからあれば、うんこ捨てていい。うんこくれ。ちくしょう、うんこ捨てないとなるとマグナムのパーツを捨てなきゃいけない。マグナムのパーツよりうんこを優先するってやばい世界じゃないこの世界マジかよ。よし、いやー、やっぱ街探索は楽しいね。楽しいね。楽しいわ。こんな楽しいことあったなんて。あの家にいたら分かんなかったことだもう家に帰りたくない、あの家。いで、このまま俺ら帰んなきゃ、キックン一人で、あれじゃない？立ち向かうことになるんじゃないの、ゾンビさん。確かに。マジかよ。晩ご飯を作って待ってる妻の気分。でも旦那は浮気して帰ってこない。今日もあの人は帰ってこない。ああ、これ、バイクのレシピかな。お、マジ？持って帰ってこい。あ、クロスボウガンのレシピ。うわ、マジか、とうとう見つけたの。ここ、クロスボウガン。よくやった。読んじゃ。存在忘れてた。うん、まあ正直。大体もうそろそろ銃が揃いそうなところで。ちなみにアロマ、スクラップケーブルはあの今持ってる？ああ。紙じゃあ持って帰るか。よし。スクラップケーブルって1個でいいんだよね。1個だね。オーケーオーケー。人数分一応じゃああるから、あの、頑張れば4台作れる。いや、街意外とまっすぐ来ればそんなに遠くないな。4時間5時間で着く距離だ。リアル換算すると相当遠いけど。遠いよなでも 4,5 時間歩くってどのぐらいの距離。人間で時速普通に歩いたら4キロぐらい。しかも歩いてなくて走ってっかなこいつ。確かに。しかもほぼほぼ全力疾走で4,5 時間そう思うとこいつも相当こいつらがまずすごくない。めっちゃ人間フルマラソンの 42.195km だって2時間ちょっとなんだぞ。おお、いつの間にか。じゃあ分かった、そのめっちゃすごいマラソン選手だと仮定して、じゃあこいつらはだいたいまあだ100キロくらい、100キロぐらいを全力疾走してんのやべえ、原始人ってすげえすげえ。30日間1ヶ月近くさ、初めてやったけどさ、やっとこさ、なんかスキルの恩恵が得られてきたような気がするな。確かに、やっぱこれぐらいやらないとダメってことだよ。そうだね。いや、なんかどんどん楽しくなってきたこのゲーム。ね。やっとこのゲームの楽しさが分かってきたから。そうそうそう。それは最初の7日間繰り返すだけじゃなくて、ただのクソゲーだよ。はい、というわけで、32日目の夜、次何日目来るの？ 28 日目に来たんだよ、確かね。35。じゃああと3日ぐらいでもう来んのか。うん。結構早かったな。というわけでですね、もう多分バイクの材料がこれで揃ったので、次回、とうとう、世紀末、来ちゃう？ひゃっはーしちゃう？来るかな？さあどうでしょう。というわけで、ですね、次回にご期待ください。というわけで今回はこんな感じで。全世界のみんな
バイバイ。Take it, my dude.